実はですね、退院直後にステロイドを、オスオラホモ新宿2丁目最強のバルク、ハルセブンです。どうも皆さんこんにちは。今回はですね、大会直前にステロイド疑惑が出てしまいましたということで動画をね回しているんですけども、まず僕大会12日前です。名古屋マッスルゲート出る予定なんですけど、だいたいこんな感じのコンディションです。多分むくんでんだな。まあ、いつもむくんでんだけど。という感じで動画回してるんですけども、ドラッグ関連の動画をね、撮ると、いつもね、まあ、どんなに前置きを言っておいても毎回コメントを書かれちゃうんですけど、今回もちゃんと言っておきます。僕はドラッグユーザーを否定しているわけではないです。僕が否定する人たちは、僕と同じ団体 JBBF とパワーリフティングの JPA ですね、に所属しておきながらも隠れてドラッグを使っている人たちを僕は否定しています。団体のルールさえね守っていれば何とも思いません。今回の動画は、まあ、僕がねそのドラッグステロイドの疑いを持たれているっていう内容なんで、誰かをね否定するとかね、まあ、そんなことはもうないです。今年6月に、まあ、ギランバレー症候群で入院して、1回はね諦めたボディービルコンテストだったんですけど、7月末から減量再開して、自分で言うのも変なんですけど、まあ、奇跡としか言えないスピードで筋力回復していきました。で、体重も今ですね、入院前とそんな変わらなくなってきていて、筋力は90キロ付近にしては実は、ね、過去最強です。今が。で、この奇跡の復活ともね、言えると思うんですけども、これをね、また怪しんでる人がいるんですよね。いつの時代も、誰にでもこんな感じね、指摘してくださる方はいるもんで、この復活劇を、なんかね、ステロイド使ってるだろうというふうにね、またコメントしてくださいました。正直にお伝えしますと、思い当たる節が一つだけあります。実はですね、退院直後に、キルステロイドこと、ハガティを毎日のように着用していたからかもしれません。僕が毎日のように部屋着として、あとトレーニングウェアとして、ハガティこと、キルステロイドを着用していたのが、まあ、聞いたんでしょうかというね、ジョークはさておき、僕はステロイドは使っていません。他の人は知りませんけど、僕は一回も打ち込んだことがありません。でも最近の筋トレブームのせいか、使用者が増えていることは確かで、僕の知り合いがとある団体のとある選手に海外でステロイドをね取り寄せて提供しているとかしてないとかっていう話はね、もう日常茶飯事でして、僕の知り合いである誰に聞こうと何しようと歯がナチュラルだよって言うし、実際に正真正銘のナチュラルです。もうお母さんありがとうって感じですね。我ながら回復力、生命力凄まじいなと思いました。某24時間ジムに経口摂取するタイプのステロイドが置いてあって、これステロイドですよねって聞いたら、それ俺のやでって返事が返ってきて衝撃的だったなんていうね会話があったって聞きました。実際に僕のステロイドサイクルを教えてる友達がいるんですけど、まあ某24時間ジムのロッカーだか洗面台に普通にね注射器だかボトルが置いてあってビビったと昔ね LINE した記憶があります。あと昨日知人から聞いたんですけども、某ジムでスタッフさんがそのジムエリアで会員さんのね小物入れを踏んじゃってパリンってねなんか割れる音がして、慌てて中身をね確認したら注射器だったっていう話その人はアルフィジュの団体に所属しているフィジーカーらしいんですけど、ロッカールームに入れとけやって感じですよね。実際にはもうドラッグが蔓延してるわけなんですよね。サプリメント感覚でドラッグを使う人が増えてるって感じがしますよね。僕がボディビル大会で始めた8年前は、まあ、フィジークもボディビルもそこまで流行っていなくて、筋肉オタクがこじんまりとやってる界隈みたいな印象でした。筋トレ YouTuber が、まあ、たくさん出てきて多くのね人に影響を与えているというのもあると思うんですけど、競技がね普及することはいいことだと思います。まあ、それに伴ってドラッグをサプリメント感覚で使う方々も増えてるというか湧いてきてるんですよね。これは僕の浅はかな推測とか浅はかな、ね、考えで言ってるわけではありません。これ以上言うのは避けておくんですけど、アンチドーピングを捧げているジェイク・アルフィーグが日本で一番ね薬物陽性者を出している団体ということで、まあ、いかにこの業界がね闇深いかということですよね。もしかしたら腎臓をぶっ壊して健康を損なってしまうリスクと、あと大金を注ぎ込んででも体をね化け物にしたいという強い執念を持った人しかドラッグに手を出すべきではないと思います。体にねドラッグを注射するのに使う針も一時期ね通販サイトで売り切れ状態になったりと、使用者が増えた傾向が明らかに見られます。極めつけはですね、僕の中学校の友達からトレーニングに専念したいんだけど上司になんて言ったら、まあ、会社辞められるのかな、あとプロのフィジーカーになりたいんだけどステロイドに関して教えてほしいってメールがなんと中学校の友達から来たんですよ。僕はまず死ぬ覚悟はあるって返したんですよ。そしたらありますびっくりマーク
でね、一言返ってきました。もう訳分からなかったんで、もう仕方しました。なんでドラッグでね、命を懸ける覚悟があるのに、会社の一つ辞めることできねえんだよって。しかも最近筋トレ始めたばかりで楽しいからっていう理由で、フィジークで飯食いたいって舐めすぎですよね。その子も、まあ、ど素人だし、言うことにそんなね、言い返す必要もないんだけども。でも、きっとね、そんな軽い気持ちで、ドラッグに手を出す人がたくさんいるんだろうなって思いました。あと、で、何を根拠に僕のことをね、ステロイドユーザーと言ってるのかわからないし、僕自身ね、ドラッグに関しては特に詳しくないんですけど、一般的に言われているね、ステロイドだったり成長ホルモン、あとインスリンの副作用、これに当てはまってたら、まあ僕も一理あるかもね、みたいな思うかもしれないけど、その副作用をね、まあ、サクッとまとめてみました。まあ、あくまで素人がね、言ってるだけなんで、まあ、専門家とか詳しい方々いましたらね、別にそんな気にしないでくださいね。まず、ステロイドに関してなんですけど、顔面肥大、ムーンフェイスと呼ばれているものですね。顔がパンパンに膨れ上がります。睾丸萎縮、たまたまがちっちゃくなっちゃうらしいですね。乳首が飛び出る。まあ、これはなんか最近ね、まあ、山崎恭介くんが誇張して表現しているけども、乳首がビーンってね、飛び出ちゃうんですよ。あと、怒りっぽい性格になる。これも山崎恭介くんがね、取り上げていますけども、ロイドレイジって言われるやつですね。僕はなんかね、中学校の時に友達と遊んで撮ったね、動画が拡散されてなんか、ギランレイジって言われちゃってるけども、まあ、ギランレイジは関係なくて、ステロイドで怒りっぽく怒りっぽくなっちゃうことをロイドレイジと言います。次、インスリンです。インスリンは体重が増えます。数キロから20キロ程度増えます。まあ、量にもよると思うんですけど、まあ、水をね含んだようなまあ体の質感っていうのかな。で、次に成長ホルモンですね。GH とも呼ばれますけども、この腹筋の溝がどんどん離れていきます。これが結構でかい特徴ですね。あと、骨格が変わっちゃいます。あと、もともと体の特徴がある部分がさらに発達してしまいます。例えば、顎がもともと出てる人は、さらに顎が出てきます。あと、ホルモンバランスの崩れですかね。まあ、夜泣きしたりとか、ティムティムが元気なくなっちゃうとか、そんなこともあります。薬と、あとそれぞれのね、副作用がもしかしたら違うかもしれないし、まだ足りないものもあるかもしれないけど、まあざっとこんな感じです。では最後に、大会直前にステロイド疑惑が出てしまいましたというね、話のまとめをしたいと思います。僕はキルステロイドことハガティは日頃ね着用しておりますが、ガチなステロイドは一回も服用したことありません。そこまでして筋肉をでかくしたいだなんて思わないし、食事やトレーニングもね、まだまだ突き詰めることは全然できます。自分のことぐらい自分で信じてあげなきゃ、誰が信じてくれるのか。僕は自分の可能性を信じています。今年1月から10月までいろんなことがありました。28年間の人生の中で、今年がね、おそらく一番いろんな変化や出来事があったし、嬉しいことも楽しいことも悲しいことも辛いこと もういろんな感情にね襲われました。全部ひっくるめて、今年は最高の年、最高に充実しています。ステロイド疑惑がね出ただけで、ここまでね今年を振り返るとは思わなかったんですけど、とりあえず僕はドラッグ使ってないし、これからもね完全ナチュラルなハガセブンということで、今後とも応援していただけたらなと思います。とりあえず2週間後の名古屋マッスルゲートまでね調整頑張りますんで、ちょっとでもいいなと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録、応援コメントよろしくお願いいたします。あと、 LINE スタンプだったりハガティだったり、オンラインサロンのね情報も概要欄に貼っておきますので、そちらのチェックもよろしくお願いいたします。ではこういう2週間頑張ります。バイバイ。